昭和天皇は戦前旅先で宿屋に泊まることはなかったという高尊だった幼少の頃静岡県の修善寺温泉で老舗旅館に泊まったのが唯一の例外だった半世紀を超えて自住職にあった入江助正が追筆で解雇している戦後の地方巡行では 県庁や学校といった公共の建物に宿を取り貨物駅の引き込み線にお召し列車を止めて泊まったこともあった1947昭和22年に東北地方を回った折旅館に初めて泊まったその投宿先を「上の山の村尾旅館と飯坂の下水館である」と記す。 宿屋というものはやっぱり人の泊まるのに具合よくできているものだとの陛下の簡単ぶりも書き留めている中でも村尾旅館では地元出身の歌人斎藤茂吉と弟子の結城愛想家が短歌について進行したその模様は歌の道にも通じる入り江の随筆 自重とパイプに詳しい。「ゆかりの宿はニュー村をロマン館と解消されて長らく休館となっているが上山氏は再生の可能性を探る調査に入る静かないい晩だった生涯を陛下と共にあった侍従は宿の印象をそう綴る。 建物のたたずまいが醸し出す歴史の風格を生かす法とはないのだろうか。